高尾登山電鉄、高尾登山電鉄株式会社、高尾登山電鉄は、東京都八王子市の高尾山で、ケーブルカートリフトを営業している、鉄道会社。本社所在地は、東京都八王子市高尾町2205番地、京王グループに属する。長らく、武蔵野武道山が、筆頭株主であり、京王電鉄も出資するものの京王グループには、 属さない会社であったが、2017年3月期決算より、京王電鉄の非連結子会社、持分法的用会社となっている。事業所は、以下の通り、天望台食堂は季節により、営業形態が変わり、高尾山、ビアマウント開催時期は、ケーブルカーの延長運転もされる、口述。高尾山のケーブルカーは、高尾山合院の27世一貫樹。 武藤の利秀の発案によるものとされている。当時、高尾山芋王院の信徒は三十万人と言われており、参拝をするために、中央本線浅川駅、現在の高尾から、高尾山の山陸まで歩き、さらに険しい山道を登るという苦難を強いられていた。この状況に、武藤は高尾山への交通機関の必要性を唱え、元浅川村長、 高木正擦倉地元有力者とケーブルカーの付設免許を申請した。その後、武藤は1年間にわたり宗教事情調査のためインドや欧州に行き、その際に見分したケーブルカーの資料を高木らに送り、ケーブルカー付設の計画を推進した結果、1921年、大正10年8月にケーブルカー事業免許がカ付されることとなった。同年9月に、 高尾作動株式会社を資本金30万円で設立し、初代社長には呉林七五郎が就任した。しかし実際の開業までには時間を要した。高尾さんは簡有林であり、区内省提出リニア管理局の管轄にあったため、森林の伐採や用地の借用に煩雑な手続きと手間を必要とした。さらに、当時国内で開業していたケーブルカーは、 生駒工作鉄道のみであり、技術的な問題もあった。その上の関東大震災により、高尾山駅予定地が崩壊したため、経路の変更などを余儀なくされた。1925年、大正14年5月31日、社名を高尾登山鉄道に変更。同年6月30日、苦難の末ようやく工事に着手し、翌1927年、 昭和2年1月21日、清武駅高尾山駅間のケーブルカーが開業した。ところが間もなく昭和金融強行になり、不況が訪れ、輸送人員は伸び悩んだ。加えて高騰した建設費約74万円のための増資、資本金60万円も、不況により払い込みがかんばしくなく借入金代よりであったため、その支払い利息は、 昭和12年度まで営業収益の50%を超えていた。ついに1934年、昭和13年11月には、累積欠損金補填のため、資本金を12万円減資して48万円とする事態となった。その後、日課事変が起こり戦時体制に突入すると、高尾山には戦勝祈願や文分上級を願う人が集まるようになる。ケーブルカーも、 格況を停止して、経営は安定し、創立以来初めての3分配当を行えるようになった。しかしこの格況も長くは続かず、選挙区の悪化により、全国のケーブルカーは不要不急線として休止が求められていく。1944年、昭和19年戦時体制による、企業整備令により営業休止が求められ、同年1月の臨時株主総会で、 営業休止を決議に、同年2月11日より不要不急船として、休止された。施設は、産業設備営団に売却することが決定、資材も供出された。1945年、昭和20年8月15日に終戦を迎える。戦後の1948年、昭和23年6月28日に社名を、高尾観光と変更の上、 翌1949年、昭和24年10月16日より、ケーブルカーの運行を再開した。1952年に社名を、現在の高尾登山電鉄に変更した。1960年代の高度成長期には、レジャー時代を迎え、さらなる観光客を求めて、施設内容の充実が図られた。1964年、昭和39年より、 ケーブルカーに並行して、三陸、三条間に、作動、エコーリフトの運転を開始。当初は一人乗りであったが、1971年、昭和46年9月より、二人乗りリフトに更新された。また、1968年、昭和43年には、ケーブルカーに三代目として、日立製作所製の大型車両を導入、全自動制御の近代的システムに生まれ変わった。 2000年代に入り、2008年、平成20年12月23日、ケーブルカーの車両が、現行の4代目に更新された。2017年、平成29年3月に慶応グループ入りした。従来は、慶応電鉄も出資していたものの、慶応グループには、属さず、創立以来長らく独立系のケーブルカー、作動事業者として、経営を続けてきたが、以後は、 k 応グループの一員として、高尾山における観光輸送を担うこととなる。高尾登山ケーブルや、高尾山、ケーブルカーなどの通称がある。鉄道洋欄記載の名称は、高尾工作船であるが、案内状は全く用いられていない。2008年12月7日まで使用されていた3代目、車両は、1968年に、日立製作所で製造された。 定員135名で近年塗装を変更していた。2008年12月23日から4代目車両が導入された。京王重機整備制で先代の愛称だった青葉ともみじを引き継いでいる。なお、車両入れ替えのため同年12月8日から22日まで運休していた。公式サイトにもケーブルカーの線路では 日本一の急勾配との記述がある通り、山頂側の高尾山駅手前には、608パーミル、31度18分、という、鉄道事業法準拠の日本の鉄道における、最急勾配が損する。最間勾配は105パーミルとケーブルカーとしては、かなり緩く、走行中の車体の傾斜の変化が大きい。15分間隔で運行。所要時間6分。 通常時は月によって運行時間帯が異なり朝8時から17時15分から18時30分までの運行となる。夏季の高尾山ビアマウント開催時は21時15分まで延長運転する。悪天候などで営業中止の際は通常時と同時間で運行。大晦日から元日にかけては初詣や初日の出の参拝客輸送のため。 終夜運転を実施する。また初詣の時期や新緑、紅葉時期など多客機には7分30秒間隔で運行する場合がある。清滝駅、清滝駅、高尾山駅、高尾山駅、高尾山の登山口にあるケーブルカーの駅。標高201メートルの地に位置する。駅舎内には高尾山工作線線路起点原表が設置されている。また、 かつては、ケーブルカーの車輪も展示されていた。駅前から、高尾山を望む風景は、八王子八十八景にも選定されている。また、最寄りの他社路線は、京王高尾線の高尾山口駅であり、本駅から徒歩で、約五分のところにある。高尾山の山腹にある、ケーブルカーの駅、標高472メートルの地に位置する。駅舎内に、 ケーブルカーのケーブルを巻き上げる大型のモーターがある。駅表札は高尾山駅とあり、現在では数少ない駅の字が使われた駅である。二人乗りでエコーリフトの名称が付けられている。1964年10月より運行開始。当初は一人乗りであったが、1971年9月から現在の二人乗りリフトに更新された。東京作動性。 下りルートの途中で写真撮影のサービスを行っている。撮影そのものは無料で駅に到着した後、登山鉄道のスタッフから撮影した写真を確認して有料で購入することができる。営業時間9時16時30分、冬季は16時、休日は延長あり。所要時間12分。山六駅、山六駅から山城駅、山城駅。 高尾山の登山口にあるリフトの駅、標高224メートルの地に位置する。最寄りの他社路線は、京王高尾線の高尾山口駅であり、本駅から徒歩で、約五分のところにある。高尾山の山腹にあるリフトの駅、標高462メートルの地に位置する。2019年10月1日改定、ケーブルカーリフトとも、同額、別運賃。 この他団体割引運賃、定期券、通勤、通学、ケーブルカーのみなどがある。京王電鉄各駅、高尾山口駅を除くの自動券売機で、京王電鉄の往復乗車券と、高尾登山電鉄の乗車券がセットになった割引乗車券、高尾山切符を発売している。2010年1月23日から、ケーブルカーリフトとも、 パスも電子マネーサービスが導入され、乗車券の購入に、パスもスイカなどの交通系 IC カードが利用できるようになった電子マネーによる物扱い。当初は窓口での対応だったが、同年2月上旬からは自動券売機でも対応できるようになった。2013年3月までに交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応する。 全国9種類のカードが利用切るようになったピタパでは利用できない。高尾と残電鉄には自動改札は設置されていないため自動券売機または窓口で乗車券を購入する。また自動券売機はチャージに対応していないため別に設置されたチャージ機にて入金する。障害者、介護者への運賃割引もあり、 各自治体の発行する障害者手帳提示により、運賃半額となる障害者1名につき、介護者1名まで半額。またバリアフリー対応として、ケーブルカー、高尾山駅にはエレベーターが設置されており、車椅子利用の乗客に対しては係員が乗降の解除をしている。各駅の1日平均乗車人員は、下記の通り、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。